昨日髪の毛をお風呂で洗ってるときに、こう指でワシャワシャワシャってしてると、あ、なんかここ痛いなっていうところがあって、なんかちっちゃいタンコブみたいなのができてたんですよ。で、あれ？なんだっけな、このタンコブ？と思っていたら、昨日ジムで、私のジムって24時間やってるジム で、だからちょっと簡易的なんですよね。ロッカーとかも鍵のついてるところもあるけど、基本的にもう鍵とかもついていないフリーの棚を使う人が多くって、で、私もそのフリーの棚を使っているんですけど、もうそこに棚あるから勝手に自分たちで置いて使っといてくれみたいな、もう鍵とかもついてない感じの、ただただ棚があるっていう感じのところで、で、その棚っていうのが壁にくっついているような感じじゃなくて、こう前からもう後ろからも荷物を取り出せる、置けるよみたいな、360度の空間にデンって置いてあって、前から使う人と後ろから使う人とみたいな。私の説明の仕方が下手すぎて、今 90% の人がどういうことって思ってるかもしれないんですけど、こう四角のボックスが前からでも後ろからでも取れるように貫通してるんですよ。そう。で、前から使う人は前の方に荷物置いて、後ろから使う人は後ろの方に置いてみたいな。で、棚は前も後ろもつながってるよっていう、この説明で分かった人は天才だと思うんですけど、まあそういう棚があるんですよ。で、普通なら前の棚使うときはこう前から荷物を取るし、後ろ側に荷物を置いたなら後ろに回って後ろから荷物を取るしっていう感じなんですけど、昨日私は後ろの方の棚に荷物を置いてたんですね。だけど、その後ろの方の棚にのらへんの通路に人がこう2、3人いて喋ってて、で、私の荷物を取るのに、こうその人たちにね、あ、すいませんとかって言いながら荷物を取らなきゃいけない。ちょっと一旦その人たちにすいませんって言わなきゃいけないくって、で、私、コミュ障だから、こう、人が話してるところをね、こう、なんか、すいません、とか言って、やっていくの、ちょっと嫌だなと思って。しかも、もう、運動終わりで、こっちは汗だくの状態だから、その状態でなんか、あんまり人に近づきたくないじゃないですか。で、そういうのもあって、あ、自分の荷物、取るのにちょっと人がいるなぁと思って、で、もう貫通してるから荷物が後ろの方にあるけど、もうこう前から取っちゃおうと思って、前からこう思いっきり頭を突っ込んでいって、手を伸ばして自分の荷物を取ろうと思ったら、思いっきりゴツンって頭ぶつけて横着をしたばっかりに、すごい恥ずかしい思いをしましたね。なんか思わず、いたとかって言っちゃって。よっぽど、ね、すいませんって言って、荷物よ、取っとけばよかったっていう、ね、そういうのを思い出しながら、あ、これはあの時のタンコブだなっていうのを思い出しながら、髪の毛を洗ったっていう。そんな感じで、今日は、小さなタンコブ付きでおやすみラジオスタートです。では今日もリスナーさんからいただいたお便りに答えていきたいと思います。お便りは概要欄にある Google フォームからお待ちしております。早速1通目のお便り読んでいきます。ラジオネームコウキさんから、
マナさん、こんばんは。こんばんは。私は27歳社会人です。現在、転職に向け、国家資格の勉強をしています。勤めている会社で先輩社員の退職が続き、仕事内容と会社の将来に不安を感じ、転職をしようと国家資格の勉強を始めてから1年半以上経ちます。なかなか苦戦しておりますが、科目合格といった形で徐々に目標の資格取得に近づいている状況です。文章力がなさすぎてご相談になるのかわかりませんが、将来への不安から早く資格を取って転職しないとという焦りが常にあり、好きだった映画も集中して見れず、友人と久々に会っても楽しめない、何をしても頭に入ってこない、エレクトリカル不器用ヒューマンなんです。友人たちが旅行や趣味を楽しんだり、恋人ができ結婚していく中、自分は机に向かって問題を解くばかりで、何をしていたんだろうとふと思う時があって、資格取得は経験を積める会社なら県外でも転職するつもりで、落ち着くまで恋人はいらないと決めていましたが、周りの人と比べ自分の人生それでいいのかと頭がパンク寸前です。こんな感じで変にいろいろ考え込んでしまうのですが、マナさんは考え込んだりすることはありますか？またそういった場合どう解決されていますか？マナさんの声に癒されて勉強なんとかやれています。おやすみラジオをやってくださり本当にありがとうございます。拙い文章で失礼いたしましたとお便りいただきました。コウキさん、ありがとうございます。会社の将来に不安を感じて、資格、国家資格に挑戦中。苦戦しながらも、今はちょっとずつ、こう、科目合格もしていっているところなんですけど、こう、周りの人の状況を見ちゃうとね、焦っていく自分もいたりして、で、焦りから好きだったものも楽しめない。何しても頭に入ってこないっていう風になっちゃって。ねえ。27歳。27歳っていう年齢も、こう、人生が分岐していくような年でもありますから、そこで、ね、あれ？自分、何してたんだろう？今のままでいいんだろうかっていろいろ考えちゃうっていうのはね、私も27歳前後っていうのは本当に同じような悩みを抱えていたような気がします。コウキさんと本当に同じように周りの人と今の自分見比べて、あれ？自分の人生大丈夫？って。もしかして自分生き方間違えてたのかもしれないって思ったりもして、なんか27歳とか、それ、そういう時期なのかもなーって思ったりもします。うん。今までは人生そんなに差が出なかったというか、学校行って、就職して、なんかそれって私のイメージ、歩く歩道みたいな。自動的にここまでは人生進んでいる感じがあったんですけど、こう、アラサーくらいになってくると25超えてきて、30歳っていうのが見えてくるようになると、いつの間にかその歩く歩道っていうのもなくなってて、結構自力で歩かなきゃいけないなっていうのに気づくような
時期だったのかなって、うん。そうだから、私も、こうきさんと同じぐらいの歳に、同じように、周りが、こう、結婚していくのとか、いろいろ仕事でね、ステップアップしていくのとかを見て、すごく焦りました。うん。で、やっぱりそこから私も変わったかなって思います。自分自身。その時期におやすみラジオを始めたっていうのもあって、で、焦ったは焦ったんですけど、そこで、なんだろうな、こうやっておやすみラジオで皆さんのお悩みに触れながら、自分はどうなんだろう、自分はどう思うんだろうっていうのをこう、いっぱい考えていって、だんだん自分のこと、自分の人生をここで見つめ直していけて、自分の人生どう生きたいかっていうのが見えてきた気がします。だからこれ、このおやすみラジオをやってたからこそ、他の人の人生を見て焦るっていうよりかは、自分の人生をすごくここで考え直せられたかなっていう感じで、今はあんまり、こう、人の人生と比べて、自分の人生がダメだなとかって思うことは、かなり減りましたね、うん。完全になくなったわけじゃないですけど、友達がね、自分にないものを持っているなって感じちゃった時も、そんなにね、人は人、私は私みたいな感じでいられているかなと思います。今は私は自分の人生について、結構ね、1年2年なんて誤差だなっていう風にも思っていて、私は結構すぐ死ぬことを連想してしまうんですけど、これから自分が75歳ぐらいで死ぬか、80歳ぐらいで死ぬのか、もっと長生きするのか、もっと早く死ぬかわかんないですけど、85で死ぬのも86で死ぬのも変わらんくないって思っちゃってるんですよね。私的にはもう大人になっちゃったらこっからの人生1年2年でそんな焦ることないんじゃないかなーって、だからまあぼちぼち前に進んでこうやっていう感じに思っていて、これがいい考えか悪い考えかわからないですけどね。私はこういうふうに、まあ、1年2年そんな焦ってもみたいな、ぼちぼちこうやっていうふうに思ってからは、あんまりこう人生に焦りみたいなのは感じなくなった気がします。こう結婚とかもね、結婚一旦しちゃえば OK みたいなことじゃなくって、一回結婚したらもうずーっと自分の人生にすごく大きな影響を与えてくることになるじゃないですか。だから結婚とかも周りがしてるから自分もしなきゃみたいな、自分遅れてるとは思ってなくって、逆になんか焦らなくってよかった、焦って決めなくってよかったって思ってる派です。自分の心が不安定な時にこうなんとか周りに合わせないとって焦って結婚とかね、そういうのしてたら、多分私はまた自分の人生を誰に見せるために、誰のための人生を生きてるんだろうってなっちゃってたんじゃないかなって思うので、そのこうきさんが資格取得に向けて今勉強一本でやろうって思ってるのに、でも今どうしても好きな人ができちゃったんです、今どうしてもこの人だって思う人を見つけちゃったんですっていう人がいたら話は別ですよ。この人っていうのを見つけちゃって出会っちゃったっていうんだったら、資格試験と恋愛両立していく方法を一緒に
考えたいなって思うんですけど、そういうわけじゃ多分なくって、こう周りも捨てて自分もっていう焦りが原動力で、なんかそういう風にね、なんか自分の人生どうなんだろうっていう風に思っちゃうなら、こう無理して焦って恋愛とか結婚もしなくてもいいと思うしっていう、元々のコウキさんの計画、資格を取って、で転職して、でその転職先ももしかしたら県外になるかもしれないから、そういうのも決まってから、落ち着いてから恋愛をしていこうっていうのはすごくいい考えだなっていうふうに思って、そうやってね、計画もいいし、でも計画外で、でも好きな人ができちゃったっていう場合もそれはそれで素敵じゃないですか。好きな人ができるっていうのは特別だし素敵なことだけど、でもなんか無理して、こう、自分ももう27だしって焦らなくてもいいのかなって。コウキさんが今やってることって、すごく価値のあることというか、多分ね、歯車がバチってあった時に、コウキさんのタイミングっていうのが来た時に、コウキさんの人生は、もうどん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 前に進み出すんじゃないかなって思います。ほんと人それぞれタイミングってあるのでね。なんだろう。なんかもしコウキさんが一発逆転主義で、こっからなんか投資で当ててやるんだとか、なんかこう起業して一発当ててみたいなので、こう自分の人生の明るい未来を描いているんだったら、それはちょっと待て待て待てってなるんですけど、コウキさんはしっかりね、自分の人生見据えて難しい資格の勉強を続けて、ちょっとずつ科目の合格を積み重ねてって、一歩ずつ階段を上がってきていて、ね、こんなすごいことはなかなかできる人いないと思うんですよ。コウキさんはまだ何にも手に入ってないなって思ってるかもしれなくて、で他の人がいろんなものを手にしているように見えている状況かもしれないんですけど、私から見れば今ここまで階段を上がってきたコウキさんって本当にすごいなっていう、コウキさんがこっからこの階段登り切った時に、もうコウキさんみたいに努力してきた人が見られる特別な景色を見られるようになるんじゃないかなって思って、なんかね、すごく、すごく価値のあることをしてる。コウキさんは思ってるよりすごいって、私は本当に純粋にお便り読んで思いました。でもちょっとお便り見てると、こう、早く資格取って転職しないとっていうのが、ものすごく自分のプレッシャーになっちゃってるのかなっていう。で、ちょっと、なんだろうな、やっぱり好きなものも楽しめなくなっちゃってるとか、何も頭に入ってきてないっていうのはね、ちょっとかなり追い込まれすぎちゃってるのかなと思って、心配になりました。だから私もそんなにね、人生うまく生きてるタイプじゃないから、適切なアドバイスかはわかんないですけど、こっからの人生、1年2年誤差だと思うんですよね。で、やっぱり人生って折れないっていうところが大事なんじゃないかなって私は思ってて、ウサギと亀の童話みたいに、
ゆっくりでも進み続けた人の方が強いなっていうのを私はすごく思ってて、で、童話のうさぎさんみたいに自分は早いからっていうので調子乗ってて、なんか亀さんに抜かれるっていうパターンじゃなくっても、こう頑張りすぎてハイペースすぎて、で、途中で休まなくちゃいけないっていうようなうさぎと亀パターンもあると思うんですね、今。うん。でも、亀さんでいいんですよ。ゆっくりゆっくり、自分のために、ちょっとずつ進んでいく。で、その、ちょっとずつ自分のためにしてきた努力って、すごくって、誰も奪えないようなね、ものすごい価値のあるものだと思うので、今、こうきさんは現状、人と比べて、自分何してんだろうって不安になっているかもしれないんですけど、ちゃんと着実に前に進んでて、私にはすごくもう上の方まで階段を登っているこうきさんが見えてます、うん、社会人になって27歳で、そっから何年もかけて資格を取ろうっていうのがどれだけ難しいか、本当にね、大変なことだと思うし、それに挑戦しようって思ったのもすごいし、それを1年半続けてるっていうのもすごいし、うん、周りと比べて自分何してんだって思う必要全くないと思います。しっかり階段を登ってきてて、で、そこまでね、1年半続けて高いところまで登っていける人ってなかなかいないと思います。社会人で多分ね、難しい資格をやって挑戦してらっしゃると思うんですけど、そこまでやっていける方ってなかなかいないなって思うので、これからもこうきさん、自分の目の前の道を信じて進んでいって、絶対それは間違ってないって思うし、こうきさんの進む道を、なんかそれ間違ってないから行けっていう、そう、頑張れって後ろから応援したい気持ちですね。うん。で、こっから絶対その歯車がバチってハマってくるタイミングが来ると思うので、そうなった時に仕事もそうだし、恋愛もそうだし、こういろんなものがぐるんぐるんと回り始めて前進できるタイミングっていうのが、こうきさんのタイミングっていうのがこれから先来ると思うので、絶対大丈夫だと思います。資格試験もこうきさんのこれからの人生も応援しております。お便りありがとうございました。さて、続いては私が最近見た映画やアニメ、本などを紹介するコーナーです。今日ご紹介するのは、ワウワウ制作のムロツヨシさん主演ドラマ、ドラフトキングです。先日プロ野球のドラフト会議もありましたけど、ドラフトキングのドラフトっていうのは、その野球のドラフトのお話でして、で、そのドラフトのお話なんですけど、ドラフトキングっていう言葉、皆さんご存知ですか？私もこのドラマを見て初めて知った言葉なんですけど、ドラフトキングとは
その年度に指名された選手の中でナンバーワン選手のことを指し、指名順とは関係なしに最終的に最もいい成績を残した選手のことを表す言葉であるということで、で、このドラマではドラフトキングのことを結構ね、買い指名の選手、ドラフト4位とか5位、6位、7位とか、それぐらいの、いわばみんなが最初から大注目しているドラフト1位、2位、指名、こう、指名が6球団とかね、いっぱい被ってくるような選手とはまた違って、こう、隠れてる名選手を発掘してきて、で、将来の一軍だったり、球団、球界を引っ張っていく選手を獲得することを、こうドラフトキングを発掘するっていう感じで、こう球団のスカウトマンが主人公になっているストーリーなんですよ。そう。だからスポーツのものなんですけど、王道のスポーツものとはちょっと切り口が違って、私は勝手にスポコンソムリエをやってるんですけど、こう一歩一歩階段を登っていく、全国大会を目指していくようなストーリーも大好きですけど、そういう王道も大好きですけど、ドラフトキングはなんていうか、もっとね、リアルというか、大人のスポコンだなって思いました。大人のスポコン、まあ、どういうことかっていうと、まずその一人の選手がプロ野球選手になっていく、そういうサクセスストーリーではなくて、毎回この子がプロになるまでの物語、この子がドラフト指名されるまでの物語みたいな、だいたい2話完結ぐらいの構成になってるんですけど、みんなそれぞれの野球人生があるんですよ。全国大会優勝っていうのがみんなにとってのいいことだっていうね、そのとは違って、ドラフトキングで描かれるのはそれぞれの野球人生で、みんながみんなプロに入るのがいいのかっていう。で、野球って高校生からもう甲子園とかで活躍してそのままプロに入るパターンもあるし、注目選手でもまずは大学行って六大学野球とか行ってからプロに行くっていうパターンもあるし、で、プロ野球とは違って社会人野球っていう、また会社の野球部みたいなので野球をやっていくっていう選択肢もあるしっていう、いろんな野球人生があって、で、主人公のスカウトマン郷原って言うんですけど、その郷原が見る目は確かなんですけど、ちょっと変わり者で、で、上手い選手を全国から見つけてきて、で、うちで獲得するぞっていうだけじゃない。それぞれの野球人生を考えながら、それぞれの選手のことを理解しながら、こうドラフト指名していくっていう人情ドラマがあるわけなんですよ。そう。で、買い指名の子が将来一軍選手に化けるっていうパターンもあるんですけど、逆に一位指名で取った子がプロに入ったら環境とか指導者が合わなくって、で、周りからもあいつ全然だったねみたいな雰囲気になってって、本人もどんどん
自信を失っちゃってみたいなパターンもあって、こう目指せ甲子園、目指せプロみたいな、こう上を目指すストーリーとは違ったなんかリアルな苦々しさみたいなのを感じられる部分もあったりして、でその開始名の選手だからこそ、こう一番上手くて一番注目されてっていうのとも違う、同じチームに別の大注目の選手がいて、自分はエースを支える2番手投手だっていうのとか、そういう普段スポットライトが当たらないような選手にフォーカスしているのがすごく面白いなって思いました。で、あと役者さんが本当に高校球児連れてきたみたいな、どこからこの俳優さんを連れてきたっていうくらい、球場からかってくらいめちゃくちゃリアルな俳優さんを起用してまして、あのサンクチュアリとか見ました皆さん。ちょっと前にネットフリックスのサンクチュアリっていう相撲のドラマが流行ってたんですけど、あのドラマも主演の一ノ瀬さんもそうだし、相撲部屋の方々が本当にお相撲さんに見えるっていうね、本職の人っていうくらいみんな体型もお相撲さんに仕上がっててっていう感じで、そのね良さっていうのもありましたけど、このドラフトキングもすごくね、高校球児にめちゃくちゃ見えるんですよ。イケメン俳優が野球ドラマやってるっていう感じとは全然違って、もう役の人連れてきちゃったみたいな感じで、なんかね、いそうっていう感じの高校球児が本当に高校球児を演じてる。で、高校の監督とか大学の監督みたいな指導者っていうのも結構ね、このドラマでは重要なポジションというかね、キーを握る存在なんですけど、そういう部分には大御所の俳優さんを使っていて、すごくね、なんか演技の面でもイメージぴったりっていう感じで良かったなぁと思いました。で、私はね、このドラフトキングを見てたからこそ、今年のドラフト、愛知工業大学の中村優斗選手っていうピッチャーが結構注目されてたんですけどね。中村優斗選手、高校時代は全く目立った選手じゃなかった。で、中学時代は軟式野球部に所属してて、全然強豪校から勧誘されるような選手でもなかったし、将来は公務員になろうかなみたいな、公務員になりたいっていうふうに思ってて、全然プロなんてっていうような選手だったらしいんですけど、大学に入ってから独学でトレーニングをして、めきめき力をつけて、で侍ジャパン入りをして、で今回こう大注目の中、ドラフトでヤクルト単独1位指名っていう風になったんですけど、それをね、なんかドラフトキング見てると、あ、なんかめっちゃドラフトキングっぽいって思ったりしてそう、見てもらえれば私がなんか言いたいことがわかると思います。で、今年のドラフトは清原選手の息子さんが結構話題になったりもしてましたけど、清原選手もドラフトですごいドラマがありましたもんね。 KK ドラフト事件って知ってますか？清原って当時 PL 学園のエースとして
高校時代は、こう甲子園とかでも大活躍してた選手で、で、巨人への入団をめちゃくちゃ熱望してたんですね。ちっちゃい頃から熱烈な巨人ファンで、プロになるなら巨人入るっていう感じ。で、まあでも、清原のお父さんが阪神ファンだったらしいので、まあ阪神でも悪くないな、くらいの。でもやっぱプロ入るなら巨人だよねっていう、もうジャイアンツに入ること、巨人に入ることを熱望してた選手で、清原自身も結構それが巨人に伝わってると思ってたんですね。で、そんな中迎えたドラフト会議当日、巨人が指名したのが、なんと、同じ PL 学園でやってた、同じ PL 学園で KK コンビって言われてた、清原ではなくって、桑田真澄っていうピッチャーだったんです。で、桑田はもともと早稲田に進学するっていうのを言ってたから、え?みたいな。え?プロ行くの?しかも自分がめちゃくちゃ熱望してた巨人が取ったのは自分じゃなくって桑田だったっていうので、そう。清原はすごく熱望してた大好きな巨人に指名してもらえなかったんですよね。で、結局、でもね、すごい大スター選手だったから、甲子園での。阪神、南海ホークス、日本ハムファイターズ、中日ドラゴンズ、近鉄バファローズ、西武ライオンズの6球団から清原は1位指名を受けて、で、そこで、まだね、阪神が交渉権獲得できたらよかったんですけど、くじ引きで交渉権を獲得したのが西武ライオンズっていうことで、清原はドラフト会見直後の記者会見で涙をためて、これはプロになれて嬉しいっていう涙じゃないですよ。失意の涙をためて、インタビューに答えるっていう。これが KK ドラフト事件っていう風に言われているんですけどね。そう。村さんは清原の伝記を読んできてますから。うちは兄も弟も結構ガチな野球少年で。で、親はね、その兄たちにと思って野球選手の伝記をいろいろ買い与えてたんですけど、私がそれを全部読むっていう。清原、一郎、松井秀喜、松坂大輔、あと立浪かな。私のね、ちっちゃい頃のスター選手っていうのは、もうバッチリ伝記を読んで、なんならベーブルースから読んで、って考えると今、誰が伝記になるのかなって思ったりして、大谷翔平選手は当たり前に、もうありそうですけどね。きっとあるんでしょうね。うん、他、今の若い選手で言うと、誰が伝記になるんでしょうね。やっぱ同じドジャースの山本由伸選手とか、佐々木朗希選手とか、ね、侍ジャパンの活躍で言うと、4番の村上選手とか、誰がこっから伝記になっていくのかなっていうのも、楽しみです。もしね、お父さんお母さんしてる方いたら、今の子たち、誰の伝記を読んでるかって教えてほしいですね。私はスポコンソムリエでもあり、電気大好き人間なので、そう。今後誰の電気が出そうかっていうのをね、ちょっと注目していきたいと思います。本屋さんとか行ったらきっと
わかるんだろうな。今度ちょっと本屋さんの自動書の電気コーナーを覗いてみようと思います。でもプロ野球もついに監督が知ってる選手になってくるターンになってきましてね。昔は野村さんとか星野さんとか、なんか現役の時すごかったらしいけどっていう、知らんけど伝説の選手が監督やっとるみたいな感じがあったんですけど、もう今新庄監督、阿部慎之助監督、中日は今度井上新監督ということでね、背番号99、真奈さんが小さい時一番強かった頃のドラゴンズの選手、井上監督。ドラゴンズ今年こそいっぱい勝ってほしいなと思います。今年じゃないか、来年か。ドラゴンズはね、ドラフトで金丸っていういい選手を取れたので、また強いドラゴンズ見たいなって思います。ドラフトキングの話からいろいろ脱線しましたが、今日ご紹介したドラマ、ドラフトキング。こちらもともとは漫画の原作、人気漫画コミックっていうことらしいんですけれども、ぜひ漫画だったり、ドラマ、ドラフトキング、見てみてください。ドラマはね、基本2話完結くらいで、やっぱね、1話完結とはまたちょっとね、深みのある、ちょうどいい深みもあって、でも2話完結なのでね、気軽に見れるドラマになってます。ぜひ最初の2話見てみて、気に入ったら最後10話まであるので見てみてください。最後の終わり方もすごく私好みで、なんかね、すごくああいいもの見たなっていう気持ちになれました。興味持った方、今ネットフリックスでも見れますし、Unext、Hulu、ワウワウで配信しております。ドラフトキング、ぜひ見てみてください。ということで、おやすみラジオ。今日もお別れのお時間が近づいてまいりました。眠くなってきたでしょうか。今週はついにポッドキャストウィーケンドということで、11月の2日土曜日、3日日曜日は東京下北沢ボーナストラックという場所で待っております。入場無料で誰でもね、フラッと来れるようなイベントなので、ぜひぜひ気軽に遊びに来てください。来年はもしかしたら、ポッドキャストウィーケンド、忙しくて出られないかもなので、迷ってる方いたら、ぜひ今年、会いに来てくださると嬉しいです。今のところちょっと天候が心配なんですけど、てるてる坊主を作って、一週間、良い行いをして、当日を迎えたいと思います。皆さんも、あと、5日 ?4 日、良い行いをよろしくお願いします。はい。もし最悪の最悪、雨で、ポッドキャストウィーケンド中止っていう風になってしまったとしても、遠方からホテルとか新幹線予約して来てくださる方もいると思うので、何らかの手段で2日3日はお会いできる場は作りたいなぁと思ってます。うん。なんでちょっと雨天中止になった場合は、皆さんで作戦会議をしましょう。うん。でも去年もなんだかんだ天候の不安がありつつ、当日めちゃくちゃいい天気だったので、
今年もそうなることを願って、最後、準備、頑張っていこうと思います。皆さんとお話しできるのを楽しみにしております。ということで、今日もおやすみラジオ、最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。ここまでのお相手は、佐藤真奈でした。皆さん、いい眠りにつけますように。おやすみなさい。